大変お待たせいたしました。それではただいまから新型コロナウイルス感染症への対応につきまして市長から発表させていただきたい。よろしく、はい、お集まりいただきましてありがとうございます。本日も新型コロナウイルスに感染症への対応ということについてお話をさせていただきます。はじめに本日は札幌市内におきまして新型コロナウイルス感染症の治療中でありました3名の方がお亡くなりになられました。謹んで哀悼の意を表しますとともにご遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。また医療機関の皆様、さらには全国から応援に、北海道札幌にお越しをいただいております医師、看護師、保健師、専門家の皆様には入院患者の急増に伴いまして昼夜を問わず治療に当たっていただいておりますことに心から感謝を申し上げたいというふうに思います。さて札幌市では北海道とも連携をしながら明日12月11日までを集中対策期間と位置づけて感染拡大の防止対策に取り組んでいるところでございますけれども、本日先ほど北海道の新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催をされまして、この集中対策期間を来年の1月15日まで延長をするということ、そして札幌におきましては引き続き警戒ステージ4相当の強い措置を講じていくということが決定をされたという状況でございます。これを踏まえまして先ほど札幌市におきましても対策本部会議を開催をいたしまして、感染拡大防止に向けた今後の取り組みについて決定をしたところであります。これからクリスマスでありますとか年末年始を迎えて、友人や職場の仲間の方々との飲食の機会が多くなるという時期でもあります。本日につきましても市内の感染状況を改めてお伝えをさせていただいて市民の皆様に注意喚起そして行動変容をお願いを申し上げたいというふうに思います。まず市内の感染状況でございますけれども、こちらにありますように11月の後半から少し減少に転じている状況でございますが、11月の初めと比較をいたしましても依然として高い状況ということがございます。またこの折れ線グラフは重症の患者数でございますけれども、新規感染者の方の数が少し減っている状態ではありますけれども、重症の方はそれから少し遅れて増加をしていくという傾向がございます。そういう意味では11月の初めから徐々に今全体の新規感染者数が減少という状況でありますけれども、重症の方の数は増えつつ徐々に増えているという状況にございます。この状況が続きますと通常の病気の診療あるいは事故や災害時への対応と緊急時における医療提供の体制にですね支障を来すという恐れもございます。年齢別の感染者数におきましては最近はこの60代以上の方の割合が 30% を超えているという状況もございます。特に70代80代重症化リスクの高い年齢の方々の増加が見られる傾向にございます。で一方で、下のこのブルーのところでありますけど、10歳代のですね方以下の方、こういった方の感染も増えているという状況がございまして、保育園児でありますとか幼児の感染ということも確認をされているところであります。これは保護者の方あるいは保育園の職員
の方からですね、感染が広まったということも考えられる状況でございます。子どものですね、感染を、子どもたちを感染から守るためにも、まずは大人が感染をしないということに、感染症対策に徹底をお願いをしたいというふうに思います。集団感染の事例の状況でございますけれども、10月前半後半につきましては、割合件数におきましても、下のブルーのいわゆる接待を伴う飲食店、ここでの感染事例、集団感染事例が多かったわけでありますけれども、11月以降は割合、それと件数も落ちてきている状況にございます。一方で、福祉施設でありますとか病院、それから会社などのですね、こういった学校、こういったところでの感染、集団感染というものが確認をされている状況でございます。とりわけ病院でありますとか福祉施設で集団感染が発生をいたしますと、介護が必要な高齢者の方、こういった方々への対応に多くの人手を要するという状況がございまして、こういったことからですね、受け入れ病床、ベッドは確保されていても人手が足りなくなるという状況がございまして、新規の入院患者さんの受け入れ病床を抑制をせざるを得ないと、こういう状況が発生をしている状況でございます。一方、すすきの地区におきましては、これまで感染拡大を抑えるということで、営業時間の短縮要請など、事業者の皆様にもご協力をいただいてきたところでありまして、発生店舗数、いわゆるその発生店舗数、それから人数におきましても、接待伴う飲食店、種類、他の提供店全体としてはですね、減少しているという状況にございます。11月の中旬をピークにですね、減少してきているということで、これまで対策をご協力をお願いをしてきた効果というものが一定程度見られるのかなと、このように思っているところであります。しかしながら、先ほどお話をさせていただきましたように、札幌市内全体の感染者数につきましては依然として高い水準にあるという状況が続いております。そのことから医療体制の逼迫度合いというものが厳しい状況というものが続いていることでありまして、これ以上の医療体制の負荷を抑えるためにも、人の動きが増加をいたします年末年始、これを前に何としても再び感染者が増加に転じるということは避けなければならないという状況でございます。これらを踏まえまして、12月の25日までの期間、事業者の皆様には次のことをお願いを申し上げます。まず市内全域の接待を伴う飲食店につきましては、引き続き休業をお願いをいたします。また田貫工事1丁目から7丁目までを含めたすすきの地区にあります酒類提供を行う飲食店やカラオケ店、料理店などにつきましては、引き続き営業時間や酒類提供の時間を午前5時から午後10時までの間としていただくことをお願いを申し上げます。今回の要請に伴いまして、ご協力をいただきました事業者の皆様には追加で支援金の支給をいたします。支援金額につきましては、これまでと同じく接待を伴う飲食店につきましては1店舗あたり60万円、酒類提供を行う飲食店やカラオケ店、料理店などには1店舗あたり30万円の支援をいたします。なお、この支援金の財源につきましては、北海道にも協力をいただきたく、本日、依頼をさせていただいたところであります。すすきの地区の事業者の皆様には、引き続きの
大変ご負担をおかけをするという状況でございますけれども、市内の医療提供体制、この負荷を抑え込んでいく、このためにも何としてもここで徹底的に感染の拡大を抑えていく必要がございますので、ぜひご協力のほどお願いを申し上げたいと思います。またこの休業要請がですね、解除された後につきましても、すすきの地区などでの新たな感染者、これを発生をさせていかないということが重要でございます。そういう意味では継続的な対策といたしまして、感染リスクを低減させながら、その感染状況の水準というものを維持するために新たな取り組みを行うことといたします。具体的には感染リスク低減のために正しい知識を共有をしていかなければいけない、地域全体でですね、各お店お店、そしてエリアの中で感染拡大を防止をしていくということを、皆さんと共有をしていきたいということで、経営者の方々などとの意見交換会、あるいは各お店の店長クラスでの勉強会、こういったものを実施することに加えまして、接客のルールなどの感染防止対策、あるいは定期的な PCR 検査の受検ということ、仮に感染者が発生した場合の、陽性者が判明した場合のですね、対処方法、こういったものを記載をした手引き書を新たに作成をいたします。そして安心して利用者の方に訪問していただける環境づくりということのために、接待を伴う飲食店の従業員の方の定期的な PCR 検査の受検、これに対する支援でありますとか、感染者が発生した場合の消毒費用等の支援ということも行ってまいりたいと考えております。加えまして、手引き書に沿った感染防止対策への支援ということについても検討を進めていきたいと、このように思っているところであります。市民の皆様には基本的な、これまでお願いをしておりました、大声を出さない、マスクの着用、換気、手指消毒といった基本的な感染対策を今一度徹底をしていただくということと同時にですね、12月の25日までにつきましては、感染リスクを回避できない場合の不要不急の外出を控えていただく、市外との不要不急の往来を控えていただくということについて、引き続きお願いを申し上げたいと思います。また加えまして、市内の接待を伴う飲食店の利用、それからすすきの地区での午後10時以降酒類提供している施設の利用についてもお控えをいただきたいと、このように思います。これから来月にかけまして、人が集まる行事が続きます。1月15日までの集中対策期間におきましては、忘年会、新年会、これを感染リスクを抑える、そういう行動を取っていただきたいということでありますけれども、具体的には同居の家族以外でのですね、5人以上の集まり、そして2時間を超える長時間の飲酒、このことについてお控えをいただきたいと思います。年越し、初詣など、これから迎える行事についてでありますけれども、感染対策が徹底をされていない、感染リスクを回避できないという場合につきましては、今年は参加をお控えをいただきたいというふうに思います。年末年始につきましては、帰省、あるいは旅行をされる方も多いかというふうに思いますけれども、この冬は大切な家族、そしてご友人を守るということからですね、帰省や旅行についても今一度慎重にご検討をいただいて、例えばテレビ会議やオンラインの活用といった新しい帰省のあり方ということについても検討をいただきたいというふうに思います。繰り返しになりますけれども、今年この冬は感染リスクのですね、
高い行動ということをもうできるだけ避けていただく、まあ、集まりを控えていただくというようなことについて慎重にご判断をいただきたいと、このように思います。事業者の皆様におかれましても、新北海道スタイルに示す感染拡大防止対策、これを再確認をしていただきまして、テレワーク、時差出勤などにも取り組んでいただきたいというふうに思いますし、また年末年始挨拶回りを予定をされている方、企業も多いと思いますけれども、人と人との接触を控えると、避けるということからですね、今年の年末年始の挨拶につきましてはお控えをいただくなど、感染拡大防止の徹底にご協力をお願いを申し上げたいと思います。最後になりますけれども、発熱等の症状がある場合についてはご自身のかかりつけ医、もしくはシャープ7119に事前にお電話をいただきまして、早めに医療機関を受診をされるようお願いを申し上げます。引き続き市民の皆様が安心して生活ができるように、医療機関と連携をしながら全庁一丸となって感染予防対策に取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。1月15日までの期間ということで、今年の年末年始、普段の年末年始とは違う形でのですね、行動を皆様方にお願いをしなければならない、大変心苦しい状況でございますけれども、今一度今の感染状況、それから市内の医療提供体制、これをこれ以上ですね、逼迫をさせることのないように、お一人お一人の行動、皆様方のご協力を重ねてお願いを申し上げ次第でございます。で、私からは以上であります。それではこれから質問をお受けしたいというふうに思います。質問される方につきましては、私どもの係員がマイクをお届けいたしますので、挙手の上、私からの指名をお待ちいただきますというふうに思います。なお、質問の前には社名とお名前をおっしゃっていただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いします。それでは質問の方をお受けします。北海道新聞です。よろしくお願いいたします。先ほど知事の、会見でですね、人口当たりの感染者数が政令市では札幌市が全国で一番多く、都道府県別では道が2番目に多いという発表がありました。集中対策期間は11月7日からもう1ヶ月以上続けられているわけですが、まずこれをさらに延長することの意義とですね、効果があるのかどうか、市長の考えをお聞かせください。はい、先ほど、11月からの新規感染者数の1日日ごとのですね、1週間の累計ということでご説明をさせていただきましたけれども、集中対策期間をステージ3に引き上げて、この時にです、ね、非常に急増していた状況になりまして、その後この対策が少し功を奏してですね、なだらかになってきて、現状では減少傾向に入ってきているという状況です。依然として数字まだ高い状況にございますので、先ほど申しましたように、まず全国的にも人口10万人あたりでいきますと、新規の感染者数というのはまだ高い状況にございます。で、これまで取ってきた対策、皆様方の市民の皆さん、それから事業者の皆さんのご協力をいただいたことで、なんとかこの急増する状況から減少傾向にまで持ってこれたというふうに思っておりますが、まだこう減少幅、これが十分落ちていないという状況でありますので、今一度この対策期間を延長させていただいて、これをもっと低く減少させていくという状況を作っていかなければいけないというふうに思っております。新規の感染者数が少し落ち着いて減少してきましてもですね、重症の方、重症化をするというのは少し遅れて出てまいりますので、まだその重症化の方の患者さんの数が落ちてきているという状況でございませんので、これまでご協力いただいてきた効果というのは出
つつあるというふうに思っておりますけれども、これをさらに低く抑えていくということがですね、今後の医療体制の維持ということにもつながってまいりますので、今一度この年末年始に向けてということでありますが、皆様方のご協力をお願いをしたいというふうに思っております。2点目です。集中的な対策を行っているすすきの地区では、クラスター継続していたクラスターが6日付で全て収束しました。まずこのすすきの地区での対策が効果があったと市長が見ていらっしゃるかどうか、さらに加えてですけど、経営が厳しく閉店している店も出てきておりますが、市として先ほど発表があった協力金の他に新たな支援策は検討されているのかどうか教えてください。はい、すすきのの地区におきましての営業時間の短縮等の要請をさせていただいてきました。この結果ですね、11月の中旬ぐらいから発生、店舗数、それから発生陽性者のですね、数全体がこのように落ちてきている状況であります。で、集団感染、12月に入りましてからの集団感染というのは接待飲食店等では出ていないという状況にございますので、これまで、ご協力をいただいた結果、効果というものがこのように出てきているというふうに思います。ただクラスター、集団感染の数は今のところ出てきておりませんけど、先ほどのグラフの中で、まだ落ちてきているという状況ではありますけれども、完全にここがなくなっているという状況ではありませんので、まずはこの対策期間延長させていただいて、これをゼロに近い状態まで持っていく。そして今後ですね、これまでのずっとその自粛要請という形ではですね、経営的には持たないという状況になりますので、今しばらくここでご協力をいただきますけれども、その後の対策としてですね、やはり新規の感染者を出さないということのために、とりわけその接待飲食店と、どうしても従業員の方とお客様の接客を伴うということなもんですから、そういったお店のガイドラインというようなもの、感染対策を徹底する方策をですね、経営者の皆さんとともにですね、作っていきたいと。そしてすすきの全体でやはりこの新規感染者を出さないという体制を、そのための予防的な検査、重点検査と、こういったことも合わせて行っていきたいというふうに思っています。そして営業的な支援のことですけれども、休業についての支援金のほかにですね、やはりこれから本来であれば、これを年末っていうのが大体1年間の3分の1近くの売り上げがある時期であります。そこに大きな影響が出てまいります。で、そういうことで春先に行ったようにですね、経営者の皆さんへの経営相談の窓口を改めて設置をいたします。そして追加の資金が足りなくなって事業を継続できないというような形にならないように、融資のですね、枠もすでに用意をしている融資枠というものもほぼほぼ使い切った状況でありますけれども、こういった融資枠の拡大なども伴い、市としても行ってまいりますし、国、それから北海道が行っている資金の供給、こういったことについても要請をしていきたいというふうに思います。そういう意味では経営相談、あるいは資金のご相談を含めてですね、経営の維持と雇用の維持というようなことが継続できるような支援を進めていきたいと、このように思います。最後にします。先日ソフトバンク関係の会社がですね、民間による PCR 検査センターを北海道医療大札幌キャンパスにスタートさせましたが、年末年始に向けて、移動される方が自分の陰性確認のために、PCR 検査を受けたいという方もいらっしゃると思うんですけども、市としてさらに PCR 検査センターの設置ですとか、はい、そういうその陽性の疑いがない方でも検査を受けられるような体制が今後札幌市でできるのかどうか、現段階の考えを教えてください。はい、まずはその陽性者が発生した時の濃厚接触者の定義はですね、かなり幅広にとって、いわゆる行政検査、これを積極的に行っています。ですから、施設あるいは職場で、感染者が出た場合には
幅広にですね、行政検査を行う、この体制を引き続き行っていきたいというふうに思います。で、加えまして、先ほど申しましたように、例えばすすきの地区の接待飲食、今も臨時の検査センター、これは行政検査ということで、何らかの症状等がある方の検査をしておりますけれども、今はもう症状がなくてもですね、感染をして、それを広げているという可能性がありますので、定期的に検査を行っていく、予防的な検査をするために、先ほどご質問にありましたように、民間の検査センターとのご協力もいただきながら、すすきの地区での検査、そして医療機関だとか福祉施設、こういったところでもですね、従業員が感染をして院内感染が起きているというケースがございますので、こういったところについてもいわゆる行政検査以外の検査ができるように、支援補助をするなどのですね、仕組みを作っていきたいというふうに思っています。その他質問、NHK です。NHK の金清です。ちょっと今の発表の中とは変わるんですけども、札幌雪まつりの今後の開催の見込みについて、大雪像は取りやめということでしたけども、来月末から始まるので、その開催見込みについて改めて今現状を教えてください。はい、6月の段階で、大雪像の制作をせずにですね、中雪像、小雪像などでの規模を縮小して開催ということを一旦決めておりますけれども、やはり現下の感染状況、それから今後のですね、冬場に向けての感染の状況を考えますと、今決定をしている規模を縮小しての開催ということ、会場を設置をして開催をするということは厳しいのではないかなというふうに思っております。そこで、札幌市としてはですね、改めて、例えばオンライン開催なども含めた会場設置をしないような開催、こういったようなことも含めて改めて再検討する必要があるのではないかということを、その考え方を実行委員会の方に伝えております。実行委員会としては、また改めて関係者の皆さんと協議をした上でですね、最終的に判断をして、そのことについて公表をする考えだというふうに聞いております。わかりました、ありがとうございます。あと補正予算とかの件なんですけれども、15億4000万円今回1店舗あたりの休業要請とかも含めて使うってことですが、これ合計いくらほどになりまして、で議会日程としては今後スケジュール的にどういうふうな形になっているんでしょうか。はい、ですね、今回追加の対策につきましては、臨時議会の開催をさせていただいて、そこで、審議をいただきたいと、こういうふうに思っているところであります。で今そうですね、前回と同様の、延長した金額と、ほぼ同様という状況になりますし、そこにプラス8億ほど事前ございますので、トータルすると、ちょっと手元に今数字ありませんけれども、はい。あと最後にちょっと重ねてになってしまうんですけども、本来なら書き入れ時の時期ということで、この11日までっていうので踏ん張ってきた事業者が多い中で、また同額ということになるかと思うんですけども、市としてどのような姿勢で事業者に対してこの期間の延長ということについて理解を求めたいというふうに思っておりますでしょうか。はい、先ほどご説明させていただきましたように、これまでご協力をいただいてきたことでですね、すすきの地区における新たな感染者数というのはかなり少なくなってきているという状況にございます。一方で、市全体の感染者という状況については、市中に感染が広がっているという状況で、全体としては高止まりの状況になっております。で今ここでやはり新たな感染者をですね、この飲食を伴う行動からですね、できるだけなくしていくと
ということが必要になってまいりますので、まあ、とりわけ営業的には非常にこの書き入れ時という状況ではありますけれども、一方で、飲食の機会ということが増える状況になりますので、まあ、ここでやはりここの対策を緩めてしまいますと、これから1週間2週間後にですね、また感染者が増大をしていくということが懸念をされます。で、そうするとちょうど年末年始のですね、医療体制、やはり休日の当番体制を取るという状況にもなりますので、医療提供体制が薄くなるということもございます。で、コロナの関連のですね、患者さんを受け入れていただいている医療機関、コロナの患者さんだけではなくて、救急ですとかそういった一般の診療にも現状かなり支障が出かねない状況でございますので、今全体の新規感染者の方を抑えていくために、今一度ここで強い対策を行っていかなければいけないということであります。で、そういう意味ではこのことに対してご理解をいただきたいというふうに思っておりますし、その後、いつまでもその休業要請ということを続けてはいられない状況にありますので、そのためにも今後新たなその予防的なですね、検査を定期的に行う、ここに対しても市としても支援をさせていただきたいというふうに思っておりますので、まずは関係者の皆さんの協力、みんなでですね、このすすきの地区を守っていこうという体制を作っていきたい、そのための勉強会検討会ということも併せて行っていきたいというふうに思っております。そういう場で、皆さん方のご理解を求めていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。朝日新聞の吉垣です。3点ほどお伺いいたします。先ほど雪まつりについての市長のお考えのお話があったんですが、今市長がご存知の範囲で結構なんですけれども、いつ頃、多分年内ぐらいには少なくともこう準備の関係もあるので、何か方向性が出ないと厳しいのではないかなと思うのですが、市長がご存知の範囲で、大体いつ頃にはその目処とかどういう形にするかという、はいはい、実行委員会としての、来週にはというふうに聞いております。来週にはじゃあどういう形でにするかというのは、最終決定を組織実行委員会としてするというふうに聞いております。来週の どのぐらいでしょうか。頭とか中頃とか来週にはということで今聞いております。わかりました、はい、それから2点目なんですが、先ほど追加 その支援金の財源についてなんですが、はい、どうにも協力をお願いされたということなんですけれども、はい、これはまた折半という形になるか、ちょっとその辺がもし分かりましたら、はい、国の方のですね、休業、国の方の休業要請と、休業ではなくて、時間短縮、この要請をした場合については、交付金の活用ということについて、国の方でも方針を出されております。で、そういう意味では、今時間短縮をしている分については、国費、限度ございますけど、8割まで、国の方の支援ということが出ておりますので、その財源をまず活用をしたいと。というふうに思います。で、残りの分については まだ詳細がですね、国の対象、どういう対象までというところが明確に今示されておりませんので、例えば休業が入るのかとかですね、酒類提供、お酒の提供の時間をお願いをしている、営業時間の短縮ではないところについては現時点では対象として、示されていない部分がございますので、この部分については札幌市と北海道で、応分の負担でお願いをしたいというお願いをしているという状況です。わかりました、ありがとうございます。あと最後の1点なんですが、先ほども少しお話が出たんですが、年末年始の、はい、検査、それから診療の体制なんですが、はい、これはどのように、例えば具体的にどのぐらいの病院に 声をかけて今募っているとかですね、はい、ちょっと年末年始の体制について教えてください。検査体制については今行っております、
PCR 検査センター、それから検体の検査を行っている札幌市の衛生研究所、それから民間の会社の方の検査機関にもお願いをしておりますけれども、検査体制については通常の今の通常行っていただいている体制を維持するように、協力をいただける状況になっています。医療の提供の方、診療機関につきましては、入院、コロナ患者さんの入院をお引き受けをいただいている、受け入れをしていただいている医療機関についてはですね、現状の通常の体制を維持していただくようお願いをしている状況であります。で、それから発熱外来、一般のクリニックの方はですね、休日と同じように当番制になってございます。だからこちらで一部発熱外来を担っているクリニック診療機関もございますけれども、それだけでは足りないというふうに考えておりますので、それ以外に発熱外来をお引き受けいただいている医療機関に当番制で、発熱外来としてですね、検査をしていただくというところに今医師会を通じてお願いをしているという状況であります。念のためですが、すみません、その PCR 検査については、はい、もうこれは大晦日も三が日も変わらずに、はいはい、年末年始も今の体制を維持をする前提で、民間の検査機関にもお願いをしております。はい、わかりました、ありがとうございます。すみません、読売新聞の大前です。そうですね、ちょっと2点伺いたいことあってですね、1点目が、今回集中対策期間の延長は示されたと思うんですが、 GoTo トラベルの札幌停止の方もですね、とりあえず12月15日までっていうので期間が設定されていると思うんですね。で、今後どうするかな、決定をするのは道知事にはなると思うんですけど、市の方ともいろんな相談があると思うんですが、市長としては15日以降はどのように対応すべきだと考えていますでしょうか。GoTo は、ご案内通り国の事業でありますので、国の方の判断が、どのようになるかという状況だというふうに思います。今週末とかに例えばその政府の分科会が全体的な感染状況に対してどういうご提言をされるのか、そういう状況になろうかというふうに思います。札幌市的にはですね、できるだけその早い時期にというふうに思っておりますが、感染状況で、国の方が、分科会などがどういうご提言されるのか、そういう状況を、確認をしていきたいというふうに思います。すみません、もう一点なんですが、昨日鈴木知事の方がですね、道 の、 特別予算委員会の方で、11月下旬に、札幌の市の医療機関の看護師が不足しているというので、自衛隊の派遣を検討するように指示をしたというふうに答弁をされていてですね、実際にこう、札幌市とか道庁、他の関係機関を含めてその当時そういう検討が行われたのかというのと、今後例えば状況がまた札幌市の場合また悪化した場合、同様の検討とか、旭川に実際に自衛隊の派遣を要請する可能性はあるかどうかと伺うことできますでしょうか。11月の下旬にですね、医療機関での集団感染というものが発生、いくつかの病院で発生をしました。そのことで、陽性になった看護師さん、あるいは濃厚接触という形で一旦その、職場に、出れない、従事できない方がやっぱりいらっしゃいまして、かなりの数、40人ほどの看護師の応援をお願いをしたいということで北海道にと協議をいたしました。で、まずはいくつかそういった看護師等の応援を求める形としては、北海道内での道の事業としての支援の枠組みがございます。で、加えて全国知事会を通じて他県からの応援をいただくということがあります。ですから、まずはこういった北海道内での応援、それから全国
知事会を通じてのですね、各他の県からの応援体制がどうなるのか、その時に合わせて例えばそれで足りない場合について自衛隊からの派遣応援ということが可能なのかどうかということ、この3つ含めてですね、道の方には不足する看護師さんの数をお伝えをして検討をしていただいた状況にあります。ですからその中の一つの選択として先ほど言いましたように、順番的には道内、他県、そして自衛隊という形で検討をいただいたというふうに思います。その中で他県からの応援ということも12月の頭にですね、知事会の方から応援の人数も示されたという状況もあったこととですね、それと、1週間ほど時間経ったことによって寛解をして、戻られる方々、12月の頭には医療機関の方でも従業員の方が戻ってくるという状況もあって、自衛隊の派遣をお願いをする具体的な検討をするというところまでには至らなかったというふうに認識をしております。から今後、例えば先ほど言いましたように他県からの応援で賄いきれない状態が出てくるというようなことになってくればですね、自衛隊からの派遣ということも選択肢としてはあり得るのかなというふうに思いますが、先日防衛大臣の方もおっしゃられたように自衛隊の方にも無尽蔵に人的支援があるわけではないという状況があるということですから、今後の状況についてはどういう状況に、その状況によって判断をしていくということになろうかなというふうに思います。何か質問ございますか。HBC 北海道放送の宮下です、はい、先ほども話にあったんですが、札幌雪まつりについては、はい、オンラインで開催できないかを検討しているということなので、秋元市長の中で中止は考えていないということでしたか。いえ、今6月の状況で決まっているのは規模を縮小して開催しましょうということまでは決まっています。ただ現下の感染状況からすると会場を作って行っていくという今の計画は難しいのではないかという考え方をお伝えをして、例えば開催をするにしてもオンラインでの開催というようなことも含めて再検討する必要があるのではないかという考え方を実行委員会にお示しをしているということです。わかりました。ありがとうございます。UHB の本田です。先ほど本部会議の中で、はい、290人の入院患者に対してすぐに受け入れられる病床が、はい、320床ほどと実質の病床使用率が 90% を超えていることが分かったんですが、この数字今が最大なのか、それともちょっと落ち着いてきているのか、そして市長としてこの数字どう捉えられているのかお伺いしたいです。各医療機関にですね、お願いをして、最大確保できる病床数としては440床ほどあるんですが、本部会議の中でも報告がありましたように、高齢者の方が多くなってきている、そしてということで介護を必要な方がいてですね、お一人の患者さんにかかるスタッフが多くかかるという状況だとか、病院での集団感染とかがありまして、看護師さんなどのスタッフが不足をしているという状況などが、複数要因があってですね、現実的に今直ちに受け入れられる病床というのはその440ということにはなっていなくて300ほどですよという状況です。ですから大変厳しい状況、数字の見かけ上の数字はですね、440から280ということですけれども、全くその余裕があるという状況ではないということをご理解をいただきたいということであります。ですから大変医療体制としては非常に厳しい状況にあって、仮にこれを例えば他の
病床を止めるとか一般の診療を止めるということをしなければそこに確保ができないということになりますので、単純に病床をお願いをするということにはなっていかないという状況がありますので、市民の皆さんにはですね、事業者の皆さんにも非常にその医療提供体制、これは事故があったりとかですね、緊急の手術が必要だとか救急搬送だとかっていうようなことも全くゼロではないわけでありますので、そういった医療体制、他の治療との関係も考えるとギリギリの状況にある、本当に綱渡り状態になっているということをご理解をいただいて、まずはそのやはり感染し入院をされる方を減らすためにはですね、やはり感染のをしないとさせないということが最も重要になってまいりますので、お一人お一人、これまでも注意をしていただいているとは思いますけれども、このコロナウイルスの厄介なところは症状がない状況で陽性になるということがございますので、もしかすると自分もかかってるかもしれないということを前提に行動を取っていただくようお願いをしたい。とりわけ今は非常に厳しい状況にございますので、これから年末年始、普通であれば忘年会とか新年会、こういった形で飲食の機会も増えるわけでありますけれども、今年の冬はなんとかここはですね、我慢をしていただいて感染が拡大をしないようにご協力をお願いをしたいという状況であります。ありがとうございます。STV サポートレビューです。お疲れ様です。先ほどのすすきの地区における新たな感染防止対策の取り組みについてと、経済観光局さんの紙をもとにちょっとお聞きするんですが、アンダーバーが引かれている接待を伴う飲食店を対象としてということに限定されていると思うんですが、 PCR 検査の受験 の、 支援、また感染出た場合の消毒への支援というのは、接待を伴う店だけに限定されている支援になるんですか。感染対策についてはですね、すでにすすきの観光協会を通じて、店舗にいろいろな感染対策の、対策を取った場合の支援というのを出されています。でこのすすきの観光協会の方でやられているガイドラインには、接待をやめてくださいという内容になっているんですね。ということは今接待飲食店はもう対象からそこの段階で外れてしまっているという状況になってますので、そこから外れている部分、ここについては今まで対象になっていなかったので、それを新たに付け加えるという状況です。で臨時の PCR 検査センターというのは、最初は接待飲食店の従業員の方を対象に行っていましたけれども、これは拡大をして居酒屋さん含めてすすきの地区の従業員の方について行っております。ですから今回付け加えるのはですね、定期的に検査をしていくという状況をまずは接待飲食店の方からですね、行っていくという状況であります。まずはということは、じゃあ業種は拡大していく予定はある、はい、検査体制といいますか、先ほどお話がありましたように民間で、安価にですね、検査を行っていただくという体制も出てきてきました。それが検査数が増えてくれば検査の拡大をしていくことはできるだろうというふうに思います。ですからその体制との見合いの中で、まずはリスクの高い接待を伴う飲食店の方から定期的に行っていくということを進めたいと。それは早急に拡大していく予定という認識でよろしかったでしょうか。早急というかよりは、まずはそのリスクの高いところに皆さんに定期的な検査をしていただくことをまず徹底をしていきたいというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。どうか質問ございますか。北海道新聞の中村です。先ほど雪まつりのお話が出ました、はい、で市長会場を設置しない開催などを再検討する必要があるのではないかというお話でしたけれども、もしそれが実現すればですね、その雪まつりが始まって以来初めてのことということになろうかと思うんですけれども、はい、そうした思いに至るまでのですね、その市長の気持ちを教えていただけますか。はい、
今の感染状況、先ほど申しましたように現下の感染状況、それからこれから1月2月より気温が低くなるという状況下の中では、規模は縮小させたとしても会場を作ってそこに人を誘客をするという開催は難しいのではないかということが一点であります。で一方で、70回以上ですね、続いてきたこの札幌雪まつりというものは、やっぱりこの札幌の冬の風物詩ということであります。ですから単純に中止ということもあり得るかと思いますけれども、来年度以降の誘客というようなことを考えたときに、何らかの形で雪まつりの、例えばその雪像の過去の雪像の映像を流していくだとか、プロジェクションマッピングというようなものをやってきたというようなことだとか、雪まつりに対しての、オンライン等での何かの PR といいますか、そういったような雪まつりの火を消さないということも必要なのではないかというふうにも思っておりまして、それらを両方対応できるようなこと、そういったことについての再検討というのはできないだろうかという考え方をお示しをさせていただいているということです。今年の雪まつりでですね、その国の専門家の方たちが、その雪まつりがきっかけで感染が拡大したんじゃないかというその見方を示されていましたけれども、それについてですね、例えばその今回雪まつりを開けば、またそうした指摘があるのではないかということはお考えにはなりましたか？いや、直接そのことではなくて、やっぱり現下の感染対策、感染状況、こういった中で、集客をする形というのは難しいのではないかというふうに思っております。ありがとうございます。それでは質問がないようでございますので、以上をもちまして本日の国の試食者会見を終了させていただきます。ご協力のほどありがとうございました。ありがとうございました。